埼玉新都心埼玉スーパーアリーナジョン・レノンミュージアムジョン・レノンミュージアムはかつて2000年から2010年まで埼玉市に存在していたジョン・レノンをテーマとした展示施設この施設は埼玉新都心の中核施設埼玉スーパーアリーナ4階5階部分の一角に作られたジョン・レノンゆかりの品作品を展示した初の公式な常設博物館であった開業は2000年の ジョンの誕生日である10月9日、ライセンス契約の満了を理由に2010年9月30日に閉館した。その後はマルチイベントスペース、トイロに改装された。ジョンの人生と音楽の仕事に関する知識を保存するために設立された。妻の小野陽子が全面的に協力し、ジョンゆかりのギターや衣類やメガネなどの品々を展示していた。2階部分のスペースでは、 時々フリーライブや、命日の12月8日に近くなると、献花台が設置された。入り口は2階からエスカレーターで誘導された4階部分に、あり、チケット等は、この木座橋のチケットカウンターにて購入し、入館すると、まずシアターに通され、ジョンの生涯を紹介するビデオを視聴するようになっていた。展示スペースは、4階と5階に分けられており、その間の移動用に、 上り専用のエスカレーターがあった。4階部分は、主に首相から、ビートルズ時代のゆかりの品々や説明書きが展示されていた。5階部分は、主にソロ活動から暗殺されるその日までをテーマにしており、最後のスペースは、白一式のホワイトルームで、ジョンの名文句を書き連ねている壁がそびえ立っており、入場者はそこにある透明な椅子に座り、メッセージを読みふけられるようになっている。 その部屋を抜けると特別展示用のスペースとなっており年に何回かテーマを設けて展示するが常設ではないため何も展示されていないこともあった展示スペースを出る前に入場者からのメッセージを書く紙とポストが設置されておりその感想や意見はミュージアムのフリーペーパーに掲載されたり良い意見はミュージアムやショップの商品に反映されることもあった出る際のエスカレーターは 4階ミュージアム前ホール直通になっており、やはり逆戻りすることはできない。ミュージアムには、ここでしか購入できない品々が揃うオフィシャルショップが併設されていた。また、ラウンジも併設されており、当初は、レノン一家とゆかりのある、万平ホテルのミュージアムカフェが営業していた。そのカフェは、2006年3月31日に閉店し、その後は、ジョン関連の雑誌や書籍を読んだり、 音源を聞くためのスペースとなっていた。体制建設の文化事業として手掛けている施設であったため、館長などは同社の主身であった。バリアフリーで歌手障害者はスタッフの誘導でエレベーターでの昇降が可能で、バリアフリートイレも設置されていた。唯一対応していないのが5階の階段で登る展示物である。副館長は開館以来2007年まで同じで、 イベントの際に司会、進行を務めていた。10年足らずの存続期間中に、延べ61万5000人が来場したとされる。開館当初は一定の集客があったものの、2000年代後半には、来館者数の低迷に直面した。9月末での閉館が報じられた2010年1月以降は、入館者数が増加し、また存続を求める署名運動なども起きたが、 閉館の決定は覆らなかった。ホーナーブルースハープとケースビートルズ初期に多用していたハーモニカ、メガネ、サングラスビートルズのマネージャーブライアンエプスタインに買ってもらったオートバイビートルズ来日公演チケットとパンフレット化し、カードカタカナでジョン・レノンと刻印された JCB クレジットカード晩年持ち歩いていた透明なケース釘を打つ。 前衛作品に陽子による前衛作品で古典に来た客が釘を一本打たせてもらうというものであった。ロンドンウェストエンドのインディカギャラリーで開いていた古典にジョンが知人の紹介で訪れた際に釘を打たせてもらってもいいかと尋ねたところ陽子はオープン前のため作品をまっさらな状態にして置きたかったため5シリング払えば打っても良いと答えた。それに対してジョンは 心のゴシリングを払うから想像の釘を打たせてもらうよと返答した。それに対して陽子は想像の釘は一本もないという出来事にお互い感銘を受け、後に交際を始めたきっかけとなった作品である。アマチュア時代来ていたカワジャンビートルズ来日時のジャルハッピジャルがビートルズのために数着だけ作成した PR 用のハッピ、羽田空港到着時、ジャル機からタラップを降りる直前に ジャル職員がジョンに着用を勧めてきてもらった、ポール・マッカートニーだけは着るのを拒んだが、ジョンが勧めたので着たとのこと。ジョンは、その発表機に行ったため、持ち帰り、大事に保管していたものを展示してある、ビートルズ来日30周年記念イベントの際にも、展示された、ビートルズ来日公演のステージ衣装、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド時の、 ミリタリースーツサイケデリックな衣装ニューヨーク式 T シャツ、ジョン・レノン・ミュージアム開館時間午前11時午後6時まで、休館日、毎週火曜日、年末年始入場料大人、1500円、高大生、1000円、小中生、500円、内は20名以上の団体料金及び障害者、割引、ありがとうございます。